guys! Welcome to Okami's Sake ABC. I'm Okami. ようこそ三代目おかみがお送りする Okami's Sake ABC です。はい、日本には北から南、北海道から沖縄まで全県に酒蔵さんがあります。そこでとっても美味しいお酒を作っておりますので、それらを知ってもらいたい、飲んでもらいたいということでこのチャンネルを始めました。私は数年前まで外資系企業に勤めておりまして、海外への思い入れがあります。海外の方により多く美味しい日本酒を飲んでもらいたい、知ってもらいたいと思いまして、今は小料理屋の3代目おかみとして日々営んでおります。こちらのお店は1949年祖母がおでん屋として立ち上げ、日々日本酒を仕入れ、それに合うおつまみを提供しております。定期的に日本酒を作る杜氏さんがこちらのお店に出向いていただきまして、杜氏さんが作る日本酒の魅力、そして知識、情報などをお客様にこう分かっていただこうと思うイベントを開催しております。日本酒というのはとても透明度が高くて、常温でもよし、冷たくしてもよし、温めてもよし、また凍っても凍った日本酒もあります。またすっごく熱くして飲む場合の日本酒もあります。そのようなどのような温度帯でも美味しく飲めるのが日本酒です。そしてこれは海外でもあまりないのではないかなと思います。杜氏さんは毎年毎年お米の出来が違っても同じ味を求めて同じ日本酒を作るという技量の凄さを持っております。その技量の凄さも日本酒の魅力として伝えていきたいなと思っております。美味しい日本酒を作るためにはお米だけでなく、綺麗で新鮮なお水が必要不可欠です。綺麗で新鮮なお水が豊富にあるというこの日本の風土はとても珍しいことなんです。そのようなこともこのチャンネルでお伝えしていければなと思います。はい、日本酒のリアルな情報、杜氏さんの知識であったり、お客様の日本酒を飲んだ感想であったり、またお日本酒の楽しみ方、それに合うおつまみなどの情報を入れて、どんどん日本酒を好きになっていく動画をアップしていきたいと思います。我々がどのように日本酒を飲んで楽しんでいるか、もっと知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe to my channel. See you next time.